大阪での仕事終わり、新大阪で新幹線に乗る前に構内で駅弁を買います。このここの右手にあるね、 KYK というとんかつのお弁当を買うことが多いんですけれども、今回はですね違うお弁当を買おうかと思います。この左手にね、このお店のね、なんかトンテキ弁当も美味しいです。でいろんなお店が入っております。でここね、パスタ、ここパスタです。鉄板パスタみたいな、これお持ち帰りできます。ここもね、僕以前買ったことあるんですけどもね、美味しいですね。ほんとね、ここの辺はね、すんごいたくさんあるんですよ。なんか焼肉屋さんもあれば、ラーメン屋さんもあれば、あのまあ全部のお店がテイクアウトできるわけではないんですけれども、かなりね、いろんなものを選ぶことができます。そしてね、ここ左手にですね、ここちょっと最近できたんかな、僕知らなかったんですけど、これ八木庵ってね、これ京都のお店なんですよ。すいません、鶏もも焼き弁当ください。時間かかります？鶏もも焼き弁当です。すごい歴史のあるお店で、京都 の本店というか、京都のお店の方では鶏すき焼きとかね、美味しく食べれるんですけれども、ここはね、親子丼がメインっぽいですね、校内では。あ、すいません、ありがとうございます。どうも。さあ開けていきましょう、ね、こう老舗っぽいね、歴史のある感じの絵柄になっております。八木庵鶏もも焼き弁当、いかがですか。これこのね、食べやすくスライスされたちょうどいい厚みの鶏もも肉がですね、並べられております。敷き詰められております。お重と言っても過言ではない。でこれね、ほんとね、このね、このスライスのね、厚みがね、ほんとちょうど食べやすくって、よくお弁当で鶏肉入ってると、まあこの、まあ、パサパサした感じね、すごいあるんですけど、ここのはね、さすが名店の鶏、これしっとりしてます。パサパサ感、カスカスさん、カスカス感、まるでなし。そしてこのね、絹さやと生姜の下にもちゃんと入ってるのよ。結構お弁当ってね、この生姜とか、このこういうのの、あの下には何もなくて、なんかただ単にこのスペースを埋めるためだけに使われてることが多かったりするんですけど、しっかりご飯の上一面に鶏もものお肉が敷き詰められていて、その上に絹さやと生姜が乗っているっていう。でこのグリーンとこの赤が鮮やかですな。本当にね、美味しい。これはパサパサ感がないのがすごいですよね。でちょっと山椒がついてましたんで、山椒もかけてね、タレのお味はいわゆる、まあ、照り焼きの感じというか、照り焼きとこう、 うな丼とかのあの汁というか、タレの感じですよね。甘辛いタレがついてます。だからもう山椒がめちゃくちゃ合います。でずっとこう、まあ鶏とご飯ですけど、飽きることなくね、食べ進められますね。量もね、ちょうどいいと思います。大人が食べる量ちょうどいいです。でこの京都のね、あの本店の方の八木庵のお店がですね、河原町、鴨川、かの有名な鴨川あるじゃないですか。あの鴨川の沿いに川端通りっていう道がずっと通ってるんですけど、その川端通り沿いにあります、まあまあ、あの鴨川沿いですよね、にあるんですけど、そこのお店がすごい歴史があって、割と海外から VIP が来た時とか、あと京都の太秦のね、あの映画の撮影所がありますんで、確かね、お店の方に行きますとね、いろんなあの著名人の写真が飾ってあるんですけど、高倉健さんとかね、本当にそうそうたる役者さんとか、政治の世界のなんか偉いさん、なんかアメリカのいつかの大統領とか、なんかその辺もね、なんか写真があったような気はします。
かなりのね老舗ですね。でそこに僕行ったことあるんですけど、それがですね何年か前のしゃべくりセブンのお正月のスペシャルのロケでですね、確かクリームシチューの上田さんと2人でロケに行ったと思うんです。その時に八木庵さんの鶏すき焼きを食べたんですけど、そのまあ美味しくって、で締めがね、締めになんか親子丼みたいな感じやったんかな。だから僕、京都出身なんで、知り合いとかに京都行くんだけどなんか美味しいもんないって言われたら、割と八木庵をおすすめしております。なんか京都っぽいね、老舗の雰囲気もあって、で美味しい鶏すき焼きが食べられるということで、でお昼はね京都のお店の方でも確か親子丼をやってらっしゃったはずです。雰囲気がすごくいいので皆さんも一度行ってみてはいかがかなと思います。